皆さんこんばんは。レトロゲーム大好きハルマリコとハルキマリです。さあ本日はですね、久しぶりにファミコンの、こちらのゲームで遊ぼうかなと思います。アーバンチャンピオンですね。はい、知る人ぞ知るファミコンの面白ゲーっていうね感じかなと思うんですけど、よくねファミコン好きな人の中ではネタにされるゲームかなというふうに思います。まあどういうゲームかっていうと、まあ、ストリートファイトみたいな感じで、まあ、ひたすら敵をね、こう殴ったりとかしながら、まあ、マンホールに落としたりとかねしながら進んでいくゲームなんですけれども、こう途中ね上から急にこう植木鉢が落ちてきたりとか、あとやっぱりね喧嘩してても警察は怖いということで、警察がねパトカーで通るときはちょっと知らんふりしたりとかね、そういうところが非常に面白いゲームになっております。これねステージ数がめちゃくちゃ多いんですよね。なのでちょっとさすがに全ステージというかクリアまではいけないと思ってるんですけど、楽しみながらねちょっと遊べたらなと思うので、やったことある方は懐かしいなと思いながら見ていただければと思いますし、やったことない方はねこんなゲームあったんだなと思いながら楽しく見ていただければと思います。では早速始めていきます。ラウンド1もう始まってますね。こうやってとりあえず始まってますね。私がこの緑じゃない青です。いて、やばい、もう負けてしまっている。でこうやってステージが動いていくと、でこんな感じで、まあ、殴ったりとかねしながら、危ないいきなりもうマンホールが来ましたけど、あのマンホールはね本当に気をつけて、突如住民が落としてくるので当たらないようにしながら、まあ、こうやって、ひたすら出てくる敵を右に右に、危ない、なんか今日ちょっとマンホールでが、マンホールじゃないや、植木鉢ですね、植木鉢出しがちだわ。気をつけながら右に進んでいくという感じですね。見どこはね本当パトカーが来るところなんですけどまだ来ないので、とりあえず敵をねマンホールにぶち込んでやろうと思います。よし、あと一発かな。えい、あ、意外にしぶとくていらっしゃる。はい、落ちた。あぶ、あ、びっくりした、マンホールじゃない、植木鉢を振ってくるんかと思った。やったー、たまにね植木鉢じゃなくてこうやって喜んでくれるっていうか祝ってくれるパターンもあります。さあ次、危ない、バーバーショップの店員はめちゃくちゃお怒りですね。まあ確かにね、家の前でこんなに喧嘩されてたらそりゃ殴りたくもなるし、まあ、なんか今日植木鉢落とされる回数多いな、なんだか多い感じがしちゃう。まあ、そんなんないかもしれないけど、特にね、まだだってパトカー通ってないよね。よし、いいよ。これってなんか結局タイミングゲーなのかね。いいよ。やっぱ早く、あーん、いけ、結局距離感も結構むずいし、やばいやばいやばい、負けちゃう。ガードして殴れ、お腹も殴れる、みぞおちも殴れるし、顔も殴れます。怖い、やばいやばいやばい、危ない、なんかちょっと負けそうじゃない、すごい嫌だ、先に進みたい私としては。やばい、いいよ、あ来ましたねこれが知らんぷりですね。めっちゃおもろいよ。あ、待って、やめつって。ちょっと危ないって、植木鉢振ってくる。あ、なんか今日やたらと植木鉢デーだな。本当に。いつもこんなに降ってこないのに。よし。
いいよ。殴って、あー殴って。強いのにこう、あー強いの顔にこう、あーやばい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 。いいよ、あもう刻もさあ。いけ先生パンチ。でもマンホールに入れましょう。よし完璧。あちょっとガードしてんな。よしやったー。シンプルだけどめちゃくちゃ面白いよね。なんかさこのパトカーが通ったら知らんぷりするシステムにしようって考えた人がすごいよねちょっと次通ったら見てほしいんですけど、知らんぷりする時のね顔がまた何とも言えなくいいんだよねなんかちょっと何斜め上見て口笛吹いてるみたいだね。顔がたまらなく好きなんですけど個人的には。あ危ない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 。いや今日マジ植木鉢デーだ。植木鉢あるとちょっとやっぱテンポがね崩れるから、こっちとしてもやばいやばいやばい。まずい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 、落ちる。やめて。あやられてしまった。さあ気を取り直してちょっともう一回やりましょう。さあスタートです。さっき7まで行けたのでちょっとそれ以上行きたいね。よいしょ、いけー。なんかなかなか強パンチ強パンチ。もうやっぱお腹がいいかな。よいしょ、刻んでいきましょう。もうこまめなパンチを入れて攻めていきましょう。次だってそんなにパトカー通んなかったもんね。よしお腹狙いお腹狙い。あお腹がら空き、さっきよりいいよ。さあお腹中心お腹中心でいこう。もう顔を狙うのはちょっとあれだからお腹中心で。ああやばお腹中心で言ってんのバレたか。いこいけ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 。お腹お腹お腹顔顔いく顔いく。お腹お腹ダメだ、テンポが崩されちゃうとダメだね。やばい、ひたすらお腹。相手は今顔ガードしてるから。えあみたいな、この顔最高だよほんとこの顔最高。お腹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 をガードする。あやばいやばい、忘れてるはずだからこのまま落としましょう。はい完璧。さっきまで植木鉢落としたのに急に祝ってくれる、そのね情緒が不安定すぎるけどね。やったー。さあ次ですね、ラウンド4かな。3あ4そうだね。ちょっと引き続きお腹を狙っていくスタイルで、たまに顔あたまに顔を狙いながらお腹ちょっと先もうちょっと先に進ませて、危ないって。顔顔やばい、お腹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 すかさずあんいけるかな。いいよ、今相手はちょっとお腹を守ろうとしてるからその間に顔に打ちまくろう。いややっぱ強パン危ない危ない。強パンチよりもねちっちゃいのを刻むタイプの方が安心感があるね。強いねか。いいよいいいいいいいや、ガードされてるね。危ない、顔に一発入れたいな。いいよいい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 よ。相手のガードを見て確実に入れられてる。今お腹空いてる今お腹空いてる。やばい今顔空いてる
顔、今相手の顔、今乾きです。あ、よし、転がってくれた。で、お腹空いてたね。いや、いいよ、今お腹空いて、お腹、顔を。いや、結構もうお腹守るようになってきちゃったな。危ない。もうちょっと行って。ショック。私、アーバンジャンプやってて初めて今植木鉢に当たったんだけどさ、あんな風になるんね。あなたも当たるよ。あ、あなたは当たらないのね。そういうのはあるんだ。やばい、もうちょっとそっち行ってくないと私当たっちゃうじゃん。危ない。え、なんかめっちゃ植木鉢。よし、あなたも当たるのね。最高。お腹いこうか。お腹、顔。よし、やったね。ラウンド6まで行きました。あ、次ラウンド7なんで、次さっき私が死んだとこですね。はい、ラウンド7でございます。顔、いや、顔結構開いてんだけどな。顔開いてる。お願い、今はやめてね。今植木鉢来てるから。お腹開いてる。今お腹開いてる。あ、顔、お腹。いや、きつい。危ない。今の絶対植木鉢当たってたでしょ。やばい、私当たっちゃうって。ふう。いや、警察の人、ちょっと植木鉢落とした人をどうにかした方がいいって。私より。いや、この人と顔守りがちだからね、ちょっとお腹中心でいこう。あー、重たいの行こうと思ったけど無理か。いや、強いな。よし、最高。ちょっと重たいの入れられちゃったな。私も入れたんだけど、いいよ。よし、ラウンド8まで来た。来ました、ラウンド8。ディスカウントショップ最高。お腹ちょっと怖いかな。2の顔いけるか。あー、ミスで。よし、次は細かいの。あん、あと大きな顔。いいよ。いや、結構ね、思ったより真剣に戦ってますよ私。むずい。あ、ふう。一休憩。意外にね、難しいんですよ。相手のガードを見ながら。あー、ミスですね。めちゃくちゃもう向こうが構えてんな。あー。あ、なんかちょっと騒がしくなってきたな、街が。顔いくか。よし、このまま行きたい。あー、よいしょ、もう一発行きたい。いいね、もう一発行きたい。いいね、やったー。さあ、ラウンド9まで行きましたね。いや、むずい。ショーパンチの方がいいかな。タイミングをずらしながら。あー、ちゃ、意外にしっかり打ち込んでくるね。きついな、きつい。負けたくない。顔に入れまくろ、パンチを。それしかない。やばい。間に合わなかったん。間に合わなかったです。ここはもういけそうなんだけどな。いいよ、
ゴリゴゴ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 、やばい、お腹も行こうか、きつい、強いなこいつ、あーこいつ強い、意外にも、やだ、頑張りたい、もうちょっと行きたい、カードが硬いな、いいよいい、押してる押してる、顔に入れろ、微妙だったか、あー身読まれてたな、読まれるとかあんのこのゲーム自分で言ってあれだけど、読まれてたとかあるの、あとちょっとなんだけどな、あなたちょっと植木町来てるって、やったやったー、ラウンド9いけたね、ギリギリだったけどなんとか来ました。さあ続いてマンホールを通り越してラウンド10、ラウンド10、ラウンド10まで来たぞ、強そう、絶対強いじゃんこいつ、やっぱ覇気が違うもんね、あ落とされた、マンホールに落とされましたあマイクも落ちた、はい、ということで、久しぶりにアーバンチャンピオン遊びましたが、いかがだったでしょうか、本日の最高はラウンド10までということで、不甲斐ないですが、めちゃくちゃ楽しかったです。本当ね、このシンプルだけど面白いシステム最高です。ということで、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。